おはようございます。斉藤弘です。で今日は10月の15日火曜日です。今日はねこれから38番札所金剛福寺に向かって足摺岬をねぐるっと歩いていきたいと思うんですけども、まあ、ぐるっとって言ってもねいろいろお遍路道が、交差してまして、大きい道路だけじゃなくてね 山の中を行く道がね何本か地図で見るとあるんで、まあ、実際そこが歩けるかねどうかもよくは分かりませんけども、まあ、その辺、探り探りね、行きたいと思います。距離的にはもうめちゃ十分ね近い距離なんで確実にお参りして、まあ、その後は近くのね温泉にまた入ろうかなと思っております。てなわけで今日も張り切っていきましょう。さあそれではですね、まあ、今スタートのねカメラ回したとこですけども、こっちの大きい道路ではなくもうこの辺から分岐がね山道に入ってくっていう一応地図ではあるんですが、これないでしょ。ある？どうでしょうね。なんか山に入ってく道は見当たりませんけどね。なんかね道っぽいのはあるんですけど、いかんせん草がねかなり茂ってます。で山積調査のピンクリボンも遠目にねちらっと見えるんですが進めそうにないですね。なので国道を行きましょう。でまあ道がもしあればですね、こちらの山際から、もう今ずっとこの道路は山際ですけども、このままね山の中に入ってくんですよね。で山を越えて対岸へ着くというかね、そういうハイキングコースみたいなのが地図には載ってるんですけども、どこからももう入れない。先ほどのところが本当に入り口だとは思うんですがね、もし合ってれば。ただ他見る限りもう入り口がらしきところはないんで、あそこだとは思います。ただ行けません。草がね茂りまくってて、結構蜘蛛の巣もねでかいのがボンボンとあるんでね、やめました。でこのまま道路行きますと、ずっとね、海を湾を見ながらぐるっと迂回する形で、進んでいきます。さあ今ねずっと大きい道路歩いてきまして、すぐそこをね今通り過ぎたんですけど、まあ、曲がっていくのが足摺岬、あっち側に行くんですけども、朝ね一発目見当たらないよ遍路道がと言ったねところの出口がこの辺にあるんです。今そこに大きい吊り橋が見えますけども、吊り橋というか橋が見えますが、そこのね手前、こっちに行く足摺との分岐の間ですね、はい、ここにねあります、遍路道ですよと。ここにねちゃんとありますね。ってことはここを逆にたどれば、朝ね入り口が見当たらなかったところには出られるということですね。だから逆打ち、あここにもね一応向こうだ渡れっていうね矢印がありますね。でどういうふうに、まあ逆打ちでずっとすくもから海岸線沿いをね築山神社、築山の方から回ってきて足摺に行くっていう人は、金剛福寺に行くっていう人は、見当たらないわけですよ、あの入り口がね。ただまあ順打ちで金剛福寺を回った後に打った後に打ち戻りをしないで、そのまま築山周りで宿毛に行くというルートを取る人は、入り口こそっち側からの入り口は分かるということなんで、ぜひねちょっとトライしていただきたいですね。どうなってんのかみたいなね。そういうわけで私は、足摺に行きますんで、こっちですね。で矢印的にはね順打ちルートで言えば確かに遍路道はこっちだこっちだというわけで、左ではなく歩き遍路道は右を指して、でちょっと行けばあそこに入り口があって山を越えていくというふうになるわけですね。
さあ行きますか。さあ今ね、土佐清水の中浜っていうね、土地にいるんですが、ジョン万次郎生誕の地であるということでね、ジョン万次郎も名前だけは聞いたことありますけどね、一体何なんだっていうのはもう僕はもう全然知りません。で何かと思ってみますと、日本人で初めてアメリカの地を踏んだという人なんですね。知りませんでした。はい、なのであちこちにねありますジョン万次郎大河ドラマにしようっていう回がありますよね。で本名というかね、もともとは中浜万次郎って書いてありますね。中浜万次郎を、聖火とあります。もうちょっと奥なんですけどね、地図見るとね。はい、そういうね日がありますね。こういう歴史的に名前だけは知ってるっていう人の生まれた地がね、こんなところにあろうとは思いませんでした。帰郷150周年の記念碑とかね、いろいろありますね。母国日本へ帰りたいとね、中浜の母に会いたいの一念が叶い、万次郎が故郷中浜に帰着したのが漂流なんだ。漂流から11年余り経った後ね、すごいな。まあ、何かそういう波乱万丈なね人生を送られた方だということです。こういうのをね、見てからね、あの歴史をの授業を聞くとまあ一層面白いなと思いますけどね。ジョン万次郎、勝海舟、坂本龍馬、まあ、いろいろな人資料がね絵付きですごいですね、貼られてありますが、まあ別に特にはねしげしげと見ることはないんで先に行きますけども、さあ今ねこの上橋がね通ってますけども、この先ずっと行きますと松尾トンネルっていうね、まあ、山を貫通するトンネルに入る下側の道に今来てます。でここにお地蔵様というかね、お社、まあ、お堂っていうんですかね、ありまして、この奥にね、遍路道の札がぶら下がってます。これがねぶら下がってます。で地図にもここは載ってます。で入り口探しててね、あここからかということで、もう一つの遍路道っていうのもねあるんですよ。多分それはこの上を行った後に分岐が入るんですけども、そっちは完全にね薄葉山っていうんですかね、お餅をつくね薄にね、ばあちゃんのバーでね薄葉山っていう山をのてっぺんをね完全に山越えをわざわざするっていうルートなんで、まあ、そっちはよして、もう一方の歩き遍路道に行こうかなと思って今来て、で入り口を見つけました。じゃちょっとねこっちから行ってみようかなと思います。まあ、今登ってきてまだ間もないんですけどね、道らしきものはありますし、ちょっと手前はね、まあ、集落がありました。山の上のね人がいるかどうかは分かりません。うん、いないんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっと気配はしなかったですけども、今この中腹まで来てもね、まあ、人家の跡とかはないですけど、なんかちょっと開けているというか石組みがあったりしてね、昔は何かあったのかなっていう感じがしますね。まあちゃんとところどころに道しるべはありますんで迷わないとは思います。よいしょ。しかも今は僕の行ってる道は逆打ちの道になりますんでね、はい、ちょっとそういう意味では見つけづらいかもしれませんけど、まあまあようよう、ね、周り見渡せば、あ今ここ辺の道だなっていうのは分かると思いますんで、まあ、そんな感じでもうちょっと進んでいくと道路にねぶつかるんで、よし。さあ今登ってきましてね、ちょうど見晴らしがいいところがあったんで立ち止まってますけども、今ここがちょうどですね松尾トンネルのちょうど上あたりにいます。トンネルをね今またいでる感じですね。向こうから来ました。道幅はね十分ですし、ところどころねコンクリで舗装されているので、まあ、それがいつ頃ね、整備されたものかはちょっと分かりませんが、だいぶ古いと思いますけども、
そんなね歩きづらい道ではないです。ただ雲の巣がめちゃくちゃ多いんでね、ちょっとあの木の棒でフリフリしながら、歩いてます。そんなに急勾配でもないですしね、まあまあ心地よい遍路道、ハイキングコースなんじゃないんでしょうか。さあ今ね、そこから出てきまして、立ち入り禁止、奥にもね立ち入り禁止ってあります。なんか横目で見るとソーラーパネルのようなね、の敷地のような気がしますが、ビニールハウスじゃなくて太陽光パネルかなとかね、そんな感じしました。で、道路に出てきて、遍路道は、このままね、はい、桜公園、東神ダバ公園とね、すごい名前ですね。まあ、足摺大浜とありますんで、こっちですね、このまま、道なりに行きます。また途中からね、歩き遍路道に入ります。まあ、また分岐で降りてきましてね、道しるべはあるんで分かりやすいです。歩いてきましたけどね、これはまた防空壕ですかね。こんな山の中にですよ。これは自然に開いた穴じゃありませんからね。今ライトで奥照らしても、そんなに深くはないですけど、綺麗に開いてますよね。まあ、上に電線が立ってますけど、まあ岩山にね、岩に木がびっしりと絡まって、立派な岩ですけど、こんなんがありますね。あんな岩どうやって削るのかなって思いません？ところどころ空いてるな。なんか昔あったのかな、ここに。さあ、大木がね、横たわっております。根こそぎ折れてるっていうことですね。ただ最近のものじゃもちろんございません。で、ここに遍路道がね、札があって左右になってるんですけど、どっちだっていうね。で、今左見ますとね、そこにあの橋がかかってるんですね、小さい、板の橋が、板というか石板の橋があるんですけど、行ってみてもね、ちょっとまたその先が道がないというかわからないんで、まあ、単純に考えればこの先行きたいと思えば、この木の根っこの裏をぐるっと回るのが賢明かなと思います。ちょっとそっち側で行ってみましょう。まあ、くぐってもねいいのか、ちょっと荷物がでかいんで、ただこの先だと思うんですよね、道的には普通にね。だそれをじゃあ向こうのね、旧遍路道を抜けてきまして、大きい道路でまた目の前にね海があって、向こうの岬が、もうそろそろ、まだ遠いかな、まだ見えてませんね、まだぐるっと回った向こうですね、金剛福寺は。でここにジョンマンクロシオロードとあります。ジョンマンっていう訳し方でいいのかっていう気がしますけど、ここですね。はい、まあ、いろいろ行ってきましたけども、これは薄映えっていうのかな、バーってバーサのバーじゃなかったですね、下が石でしたね。まあ、薄映え桜公園とかね、東神ダバ遺跡とかありますよね。まあ、ダバってなんだろうって気がしますが、今現在地ここで、まあ、またここずっとくねくね27号ですよね。まあ、旧遍路道があったりなかったりしながら過ぎてって、足摺岬というわけでね、行きましょうか。じゃあそろそろね、また大きい道を合流する手前なんですが、あっちに見えてるのは足摺サニーサイドホテルとかっていう、まあ、ホテルで、その通りにね、綺麗なお堂の石槌本教足摺岬教会というね、高知県知事認証という石槌神社があります。まあ、石槌神社って言ってもいいんじゃないかと思いますけども、完全にもう鍵はぶっ壊れてるんで、開けてみようか。よし。中めちゃくちゃ綺麗ですね。丸石丸石丸石というふうになってますね。はい。こんな感じで。奥にはね、あれ3つあります。やっぱり三神一体なんで、三神一体という言い方が正しいか分かんないですけどもね、まあ、ご神体は3つの姿を表してますんで、3つの姿で表してますんで、3つ立ってるのかなと思います、旗みたいのがね。まあ、こんなもんですね。はい、じゃあ先進みましょう。さあ、それではね、ようやく金剛福寺のねすぐ足元まで来ました。まあ一応にぎやかな街で、
旅館なんかはね、結構はホテルはあるんですけどね、商店がありません。ちょっとしたね、食べ物を買うようなところがね、ありません。自販機だけですね。で、今もう手前まで来てるんですが、いくつか神社が見えてきました。まずこちらがですね、靖国神社とあります。ちっちゃい祠がありますけどもね、お社がありまして、なんかこの辺とかもなんか埋もれてる気がしますけど、なんかね、ありそうな気はしますが、はい、ここ、白王神社前とあります。この白王神社、これですね、ここがですね、奥の院となっております。金剛福寺のここにも、これお大師様かな、お名前はありませんが、はい、こちらがね、白山神社というふうに見学はありますが、白王神社だと思います。なんか名前がね、名前が、一応白王神社だと思うんですよ。バス停もそうありましたからね。これは自然の景観か、下行くとありますよというね、白山ケイブと。で、まあこの前も白山神社なんですが、これが白王神社のことだと思います。なぜ名前、あ、奥にちゃんと見学はね、白王ですね。こっちは白山ですが、その辺の違いは分かりません。はい、狛犬さんいらっしゃいますね。おっ、まあ、鎮守者ですかね、金剛福寺のしめ縄とシデがね、綺麗ですんで、こちらにもまた狛犬様がいらっしゃると。はい、白王神社、白王さん、白王さんか、白王さんってこの裏にある山で、その奥には、奥の院跡ってのがあるんで、多分もともと白王神社があった跡があるんじゃないかと思います。それは明日行きますけどもね、今日は登りません。その手前にある温泉に行って今日は終わりです。はい、こんな感じですね。こちらが白山神社、まあ、もしくは白王神社ですね。さあ、今ね、例のごとく後からいろいろ調べてみましたところ、どうやら、その白王神社っていうのとその白山神社っていうのが、まあ、合祀されてね、一緒になったということで、鳥居のね、白山神社と奥の白王さんっていう、まあ、2つの見学があるということらしいんですが、もう一丁ね、何か写真を見てると、鳥居とね、参道があって、お社があるっぽいんで、ちょっとこっちの自然のね、その洞穴の上の方にね、あるらしいっていうので、ちょっと見に行ってみましょうか。おや、まあ通行止めでございますね。崩落したんでしょうか。じゃあ、まあ行けないけども、まあ時間もありますし、ちょっとプラプラっと歩いてみますかね。さあ、足摺七不思議と塩の満貫長蛇鉢というのがあるそうです。岩の上に小さなくぼみ、潮が満ちるときはたまり、潮が引くとなくなると。これですね、まあ、確かにそんなことがあれば不思議ですね。で、この先がね、めちゃくちゃ景色良さそうなんですけどね、先行くと危ないんで、ちょっとこっから、まあ、見られるだけにしましょうかね。そしてね、ここから身を投げる人がいるんでしょうか。命に代わる借金はありません、解決できますというね、電話相談の番号があります。まあ、遊歩道、向こうから来ましたけどね、白山洞門、アラウド海岸とね。そして、亀石です。さあ、これが亀石ですね。確かに亀ですね、これは。これはめちゃくちゃ亀ですね。岬先端にある亀呼び場から弘法大師が亀の背中に乗って灯台の前の海中にある不動岩に渡ったと言われていますと。へえ。亀呼び場っていうのがあって、亀呼んで背中に乗って灯台の前にある岩まで渡った。お大師様は亀使いでもあるということですね。さあ、あとこちらにはですね、根笹というものがあります。この地に生えている笹はこれ以上伸びないと言われていますと。背の高い笹がないってことですね。はい、あそこに足摺岬の碑がありますね。
あとこちらにね、同じテイストの看板じゃないんですけど、犬塚ということなんですかね。これ足摺七不思議括弧11番というね、これがまさに不思議ですね。七不思議って言っとるじゃないかと。一人のお坊様がこの乱世を立て直すために一国一城の主となり主となり生まれきたらんと言って、手の腹に生阿弥陀仏と書いて、この断崖から飛び降りたと。でそのお坊様を仕立てた犬がここから五行とせず、ついにはね、生き絶えた。で村人はその姿割りに思い、この場所に犬塚を建てたと言われていると。まあ、これなんですかね、ちょっとまあ分かんないですけども。でその幾百年後に、土佐藩の山内家となって二代目の忠義忠義公かが、なんか手にね、自分に黒いあざがあるということで、でその後にね、その伝説を聞いて、坊さんの伝説聞いて、自分はそうなんじゃないかということで、だいぶね、この地に貢献されたそうです。で金剛福寺をね、深く信仰し、いろいろなものを寄進されているとということで、この金剛福寺も山内家と同じ、家紋をね、頂戴しているということです。まあ一国、自分は今非力だからね、次は一国一城の主に生まれ変わりたい、変わって立て直すぞっつって、まあ、飛び降りるって、生まれ変わりをね、期して飛び降りるってのはまあすごい話ですね。さああとは、まあ、七不思議って今全部気にして見てきませんでしたけども、どうなんでしょうね。いけない場所もありましたからね。お、またここにありますね、ゆるぎ石。ゆるぎ石ってのも結構あちこちに名前が見えますが、この辺かな、全部。この石は弘法大師が金剛福寺を創立の時に発見された石で、この石の動揺の程度によって更新を試すと。石の動揺、うん、言ってることがよくわかんないですね。奥にもあります、猫ちゃん、猫ちゃん、あららら。はい、これが不増不滅の長寿鉢と。ちょっとね、こっから読みますけども、平安時代中頃、加藤商人、まあ、とにかく坊さんと弟子の商人が穂田楽に渡海しようと。穂田楽っていう極楽浄土みたいなものを信仰して海の向こうにあるっていう信仰があるんですよね。に、で海を渡ろうとした時に先に弟子が渡っちゃったと。そのことを悲しんで、その師匠坊さんがこの岩に身を投げたし、落ちる涙が不増不滅の水になったと言われているということです。よっ、水はあるかないか分かりません。まあ、猫が飲んじゃったかもしれないですね。そのね、都会をするっていうのは単にその海の向こうへじゃあ船を出して航海しましょうっていうんじゃなくて、もうそれはもうイコール死ぬってことなんですよね。もう死ぬんですよ。死ぬの旅なんですね。で先に、あ、弟子行っちゃったよと、そういうことでえらい悲しいんだということですね。意思疎通がちょっとできてなかったようですね。でも金剛福寺、今あっちはね、岬、足摺灯台に行きますんで、もう金剛福寺行っちゃおうか。というわけで、大型バスがね、あとはね、車がたくさん、まあ、あとは向こうの岬の観光客もね、含めてですけどね。というわけで、はい、足摺山、金剛福寺と、ついに来ましたね、四国霊場第、28番、あれ間違えた、38番。石碑もね、新旧いろいろあります。足摺山という名前もあります。こういうのね、38番と、はい。で入りますと穂田楽、南海観世音とかね、穂田楽東門とかね、まあ、いろいろありますわ。はい、立派な山門でございます。ここはなんとか山じゃなくてね、山岳じゃなくて穂田楽東門っていうね、見学ですね、こちらがね。うん、広い、立派であると。久々のまた札所なんで、お参りしていきましょう。で結構ね、境内が広くてですね、まあ、こういう岩とかね、池もあって景観も素晴らしいんですけども、向こうにね、宝塔があったりね、あとは愛禅堂があったり、行者堂があったり、権現堂、ここは鎮守ですね、権現堂だったりですね、あとは
かなり多数の観音菩薩様の像がね、こういう感じの像がずらっと並んでたりね、本堂の裏にずらっと並んでたりとか、まあ、あとはもう石仏に関してはもうあちらこちらにもたくさんいらっしゃいますんでね、これは珍しい完全に囲われた形の鐘楼ですかね。さすがまあ、かなり立派なお寺で、お寺だなと。でその穂高岳山っていうね、その都会浄土、都会浄土、都会信仰っていうのがありましてね、もう海の向こうにあるよと。でその海のお遍路の起源であるヘジっていうね、ヘジを回る修行というのが、まあ、その都会信仰、穂高信仰っていうのが、絡んでまして、でここ足摺はね、四国最南端の東田岬なんで、位置にあるお寺なんで、やはりそういう意味でもかなり由緒あるというか、昔から重要視されてきた場所なんだと思います。まあそういうわけでね、穂高岳東門とかね、なんかそういう名前もついてるし、これだけ立派なお寺なんじゃないかなと、思っております。で、あとここ大師堂なんで、本堂は終わったんでね、こちらお参りして御朱印いただきたいと思います。さあそれではね、金剛福寺を後にしまして、この信仰来た道に戻ると、信仰方向とはまあ逆ですけどもね、これから温泉に向かいます。さあずっと先ほどは向こう側の海岸を、海岸線沿いというか崖の上を遊歩道歩いてましたが、こちら歩いてって、また白尾神社の前に着くと。でね、白尾神社の御朱印っていうのはお隣の、ね、ホテルでもらえるらしいんですよね。まあ、これは調べてあるんですけど、隣のホテルでもらえると。ちょっとね、伺ってみたいと思います。はい、今喋りながら歩いてましてね、ふと 右を見上げましたら、何やらお社らしきものが見えてですね、引き返して、そうしてたらかろうじて見えるぐらいの、坂の上り口がありまして、上がってきました。しますとね、これ何でしょうか。これはもう大木、ご神木の根元の洞にですね、お地蔵様が、お地蔵様というか、まあ石仏が2体で、たくさんのお供え物で、こちらの下にもねいらっしゃいます。何とは書いてないんですけども、でこちらにもね、これがあの今下から見上げたら見えたんで戻ってきたんですよ。可愛らしいお地蔵様がねいらっしゃいます。これ何でしょうね。はい、あります。木の又地蔵と、木の又地蔵参道工事寄付ということでね、もうこういう番外営業ですね、これも。はい、でこのまま向こう行けばすぐ道路降りられるというわけですね。さあ遊歩道をね、今回右側に歩いてきましたらね、かろうじて見えますね。あのほらとね、その真上にちっちゃいお社があるんですよ。見えますかね、中央に見えるやつ。まああれが、元々の白山神社だと思います。なんでまあそこもでも行けなくなっちゃってるんでね、残念ですけども、でもこれで一応見たということでね、行ける範囲で、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますかね。まだ3時ですけどね、この後お風呂ゆっくり使って、また明日に備えたいと思いますんで、今日が10月の、15日ですね。ではまた明日でございます。本日もご視聴ありがとうございます。いいね評価、悪いね評価、どちらでも構いません。リアクションお願いします。ではまた明日です。バイバーイ。